立浪和義さんの現役最終年の成績。3割1分8厘、1本29打点、出塁率425、OPS 864。素晴らしい成績。しかも体ボロボロ。この使われ方が理想のベテランや、代打立浪は打つ雰囲気あった。一時期やった4番のおかげで、晩年はチャンスに覚醒しとったからな。なんでやめたんや？シーズン前に引退宣言、前年度はかなりクソだったはず、つまり。ちな前年、2割5厘、1本10打点、出塁率314、OPS 615。勝負強さが半端なかった。素晴らしい幕引き。なごどじゃなかったら、もっとホームラン打ってたやろな。当時は大元宝の、パイオニアみたいな印象があった。引退試合ファーストって、よくわからん起用の仕方やったな。腰がかなりきてたらしいからね。打点29も稼いでなくね、確か20いくかいかないかくらいだったやろ。内緒の話やけど、29塁打で17打点。17やな、29は塁打数や。代打立浪の、ワクワク感たまらんかった。代打で名前がコールされて、あんなに声援を受ける選手は、見たことがなかった。名選手だけど、神格化されるような選手ではないわ、10本塁打、OPS 750くらいのサードって、去年の福田みたいなもんやん、守備考えたら普通に、伊畑のが上やわ、福留とかいう、3割5分、30本の選手見てるんだしなおさら。大した選手ちゃうよな、宇野の方がショート良かったし、守備そんな上手くもないし、これでミスタードラゴンズとか、スケール小さすぎやろ。連続守備機会、無失策記録持ってたぞ。一回監督やってほしい、恐怖政治見てみたい。